前期、後期と同じ車を同時所有は初めてです。被災地に住んでいるのですが、震災後には安全性や走破性を考えて家族で乗る車はランクルにしようと購入しました。マイナーチェンジのちょっと前だったので、ちょっと待てばよかったかなとも思いますが、インテリアは SUV なので高級感を求める方向とはちょっと違うと思います。過度な期待は禁物だと思います。ハンドルも木目ですが、セダンの高級車とはちょっと感じが違うと思います。ただエクステリア走行性能はかなりいいですね。高速道路では仕事用に乗っている2011年式のレジェンドの方が上ですが、それ以外は舗装されていない段差、坂を軽々と登ってくれます。まさに家族でアウトドアで出かけるには最適だと感じています。ただ席についてはミニバンほどの広さはないですし、3列目は緊急用ですので、4人以上常時乗られるのであればミニバンをおすすめします。燃費はだいたい5から7キロです。近々ガナドールのマフラーに変えようと思っていますので、ちょっとは燃費とパワーがアップするのかなと。少しずつカスタマイズしていくのも楽しみな車ですね。時代には反していますが、長く大事に乗ろうと思っています。ここからは2016年に納車された後期 ZX で気づいたことです。ブレーキは明らかに効きます。このテントエンジンが静かになったような気がするのと、高速域で楽になったように感じます。これはエコからスポーツクラスまで選べるようになったこともあるのでしょうか。細かいことは分かりませんが、明らかに前期よりも洗練されてきていると感じました。と言っても前期は前期で良さが失われることはないですし、エクステリアはどっちもいいです。リアエンタは前期の方が良かったかなと感じています。ちょっと圧迫感がありますね。またインテリアは結構変わっていて、新鮮な気分が味わえると思います。中期は分かりませんが、前期からの乗り換えでも増車でも満足感のある車だと思います。ちなみにいろいろ乗りましたが、最終的に自分の環境では国産車、特にランクルが今のところ一番いいと思っています。ディーゼルも欲しいですけどね。